はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一ですえー、1ヶ月前資本試験1ヶ月前の応援メッセージということでね。あのどれだけ力になれるか分かりません。分かりません。けれども一言お伝えしたいと思います。そうですね、えっ、ー、とまあ、皆さん。えー いろんな講師の先生が1ヶ月前でも全然諦める必要がなくてこれからが最後のねラストスパートなんだというお話をしていると思います私もそう思ってますただ一つ皆さんの中で何が一番効果があるかなということで考えてみたんですけれども何て言うんでしょうねここから先はまあ、頑張るのは当然として意識この皆さんの意識をどう保てるかっていうのが勝負になると思いますまあ、一つ思っているのはこれから先はもう新しい知識を習得することというよりも今も 持っっててていいいいるる皆さんんの実力力をどううやって出しし切るかというところに注たただきたいんですですからこれが点数につながるのかな1点でも多く取れるのかなっていう意識これを1ヶ月持ち続けて最後のラストスパートを走りきっていただくことで点数の取れ具合全然違ってくると思いますからあと1ヶ月ただ頑張るだけじゃなくて。 どうやったら点数がしっかり取れるのかこの勉強は点数につながるのかこのあたりを、ね、しっかり意識してぜひ最後まで走りきっていただきたいと思います。最後ままで私も応援してていいすどうか頑張ってください